政治家、ジャーナリストで、元 TBS 報道局記者、立憲民主党所属の参議院議員。福岡県北九州市で生まれ、船乗りだった父の転職で、兵庫県明石市に移り住んだ。小学生の頃は病弱だった上、室音があったが、少しずつ克服したという。神戸大学附属明石中学校、1976年、兵庫県立加古川東高等学校。 1981年、東京大学文学部社会学科卒業。高校では放送部に在籍し、コンテスト応募のため少年院を出て、放射活動に取り組む少年のラジオドキュメンタリーを制作したことが、放送局員に関心を持ったきっかけとなった。東京大学では、アメリカンフットボール部、東大ウォーリアーズで首相を務めた。1981年、TBS に、 記者職として入社。TBS への入社後は、政策センター報道局ニュース部、報道局社会部では、警視庁記者クラブ、司法記者、クラブキャップ、報道局社会部サブデスクなどを担当、報道局編集部では、JNN ニュースコープ副編集長、報道局整形部平川クラブキャップを担当した。その後、ビッグモーニングにおいて司会者の生島博が、たびたび遅刻することで、 スタッフとの間に溝ができたためではないかと週刊誌に報道されたことを受け上司からビッグモーニングに移るフリーアナウンサー荒川京慶の公認として1993年4月 JNN ニュースの森の2代目メインキャスターに就任4年半担当した1997年10月から報道局外新部デスク兼サンデーモーニングのリポーターを担当 その後、1998年から2001年まで、JNN ワシントン支局長として03年間、アメリカ合衆国大統領選挙の取材、帰国後の2001年1月より、JNN ニュースの森編集長に就任。在任期間中の同年3月に、かつて、JNN ニュースの森でコンビを組んだ、桑瞳キャスターが死去、3日に取り行われた。 葬儀告別式では長寿を読んだ。9ヶ月間による編集長を経て、同年10月から、前任の報道局社会部経済部記者、松原浩二キャスターの公認で、同番組、メインキャスターを再び担当。記者経験の豊富さから、選挙開票特番や JNN 報道特別番組なども担当する TBS が誇る看板キャスターとなった。 2004年9月24日をもって、JNN ニュースの森を小川智子と共に降板し、TBS テレビ編成制作本部報道局、取材センター社会部長を務めた。TBS 編成制作本部報道局解説、専門記者室解説委員となり、編成制作本部イブニングワイド部担当局次長、編成制作本部報道局、編集センター担当局次長を、 解説委員と兼務。TBS 編成制作本部報道局解説、専門記者室解説委員、編成制作本部報道局、編集センタースペシャリスト局次長。なお、TBS 公式サイトでは、TBS テレビ報道局解説、専門記者室長となっていた。2015年12月末付で TBS を退社。2016年1月11日、 政界引退を表明した北沢俊美の公認として、同年夏の第24回参議院議員、通常選挙に長野県選挙区から民主党公認で出馬することを表明。選挙期間中、1994年松本サリム事件報道で報道被害を受けた河野義行が松本市内で講演を行い、話題となった。牧山広江からの資格として、 共産党、社民党の推薦も得て7月10日、同選挙で初当選。2017年民進党代表選挙では、菅直人や有田義夫らとと共に、枝野幸男の推薦人となった。2018年4月9日、民進党と希望の党による新党に参加しない、意向表明、翌十日、民進党に離党届を提出し、11日に受理された。十二日には、 立憲民主党に入党届を提出し17日承認された。5月29日、立憲民主党の長野県連の代表に就任。2021年10月13日の森優子議員による参議院本会議代表質問などによるとフェイクニュースを発信していたとされるツイッターアカウントの発信元の法人を小西博之議員と共に発信者。 情報開示請求により特定し、さらに10月6日提訴した。TBS 時代上記以外にも、緊急の報道特別番組にもメインキャスターや、コメンテーターとして、数多く出演した。大社、議員転身も報道局社会部記者報道局、整形部記者、JNN ニュースの森、キャスター JNN ワシントン支局、JNN ニュースの森編集長。 JNN ニュースの森キャスターイブニング5サンデースコープ週刊 BSTBS BS 報道部ありがとうございます